皆さんこんにちは、札幌生ビール黒ラベルの CM に出演している黒田博樹です。えー、そうですね、大人とは、えー、やはり、えー、言い訳をしないという、えー、ことだと思います。えー、撮影の中で、まあ、たくさん話をしたんですけど、 えー、いろんなこう妻夫木さんのね話もたくさん聞けましたし、ま、自分自身はその記憶に残るっていうのはたくさんありすぎてちょっと難しいんですけど、まあ、妻夫木さんの話をたくさん聞けてよかったと思います、えー、ビールを飲む時の、えー、やはりシチュエーションっていうのは登板、えー、後、えー、いいピッチングをした後に飲むのは最高だと思います、えー、あとこだわり あまりないんですけどやはりそのいろんな人とたくさんで、えー、外で外食しながら飲むビールは最高だと思いますあんまり正直今まで飲む機会が少なかったんですけど今日は本当に撮影で一緒にさせ、えー、てもらって、えー、飲ませてもらって本当においしいなと思ったんで、えー、これからはあのー、ぜひ黒ラベルを 試合後にいいピッチングした後に飲みたいなと思ってます。